アメリカ合衆国の女性 SF 作家。1980年代から1990年代における最も優れた SF 作家の一人である。現在までに、ヒューゴー賞を11回、ネビュラ賞を7回、ローカス賞を11回受賞している。1945年12月31日、コロラド州デンバーに生まれる。1967年、コロラド州立大学を卒業。 1967年から1981年まで小中学校の教師として働く。教員生活の中で小説を書き、1971年、ワールズ・オブ・ファンタジー誌に掲載された、ザ・シークレット・オブ・サンタ・キッカカでデビュー。1979年、デイジー、日黙りの中で、が、9号賞候補となる。1982年、 全米芸術基金の援助が受けられるようになり、教職を辞めて、専業作家となった。同年、中編、見張りが、9号賞、ネビュラ賞を受賞、短編、クリアリーケからの手紙がネビュラ賞を受賞、以後多くの作品を執筆し、多くの賞を受賞している。主な作品に、21世紀中盤の、オックスフォード大学の歴史研究家たちのタイムトラベルを描いた小説がある。 現在は一時中断していた UFO ネタの作品の執筆を再開している。1967年に結婚した物理学教師を務める夫のコートニー・ウィリスと共にコロラド州グリーリーに在住。コーディーリアという娘が一人いる。2009年、サイエンスフィクションミュージアムサイエンスフィクションホール、オブフェームに選ばれた。他、短編多数。 日本オリジナル作品集、ありがとうございます。